皆さんこんにちは。4年算数概数3の学習を始めます。スーパーマーケットに行きます。スーパーマーケットの広告にはいろいろな情報が載っています。物の値段、営業時間、このスーパーでは1000円以上買うと福引きが1回できるようですね。今日は友達が遊びに来るのでスーパーマーケットにおやつを買いに行きます。次の4つの品物を買いに行きます。いくら持っていけばよいか見積もりましょう。りんご390円、クッキー230円、ケーキ630円、アイスクリーム280円です。今日の目当ては、目的に合った見積もりの仕方を考えようです。見積もりの仕方を考えてノートに書きましょう。買えるようにするにはどうすればいいでしょう。概算して見積もりをしましょう。動画を止めて考えをノートに書きましょう。ゆいさんはどのような考え方をしたのでしょうか。ゆいさんは390を400、230を300、630を700、280を300として計算しています。ゆいさんは切り上げて考えたんですね。では、ゆいさんはなぜ切り上げたのでしょうか。ここで動画を止めて自分の考えを書きましょう。切り上げれば実際の代金より必ず高くなって足りなくなることはないからですね。では右のような方法はどうでしょうか。390を400、230を200、630を600、280を300として計算しています。右の方法はどのようにして計算したのでしょうか。右の方法は四捨五入をして概算しました。さてどうなるでしょうか。動画を止めて考えを書きましょう。四捨五入だと実際の代金より高くなるか安くなるかわからないから足りなくなるかもしれません。では実際の代金を求めて確かめましょう。見積もった金額で足りるでしょうか。動画を止めて考えをノートに書きましょう。実際の代金は390+230+630+280は1530円となります。ゆいさん切り上げだと1700円なので足りるが、右の方法だと1500円だから足りないということになります。いくら持っていけばよいか考えるときは切り上げて概算するといいんですね。では次の場合どうでしょう。このスーパーでは1000円以上買うと福引きが1回できます。次の4つの品物を買ったとき代金が1000円以上になるか見積もりましょう。トマト310円、レタス190円、桃430円、みかん240円です。ではどの見積もりの仕方を使えばいいか、動画を止めて考えをノートに書きましょう。1000円以上にしたいから少なく見積もっておけば必ず1000円以上になりますね。だから切り捨てをしましょう。切り捨てをするとトマトは300円、レタスは100円、
桃は400円、みかんは200円になります。式は300+100+400+200=1000。合わせて1000円だから代金は1000円以上になるということです。今日のまとめです。見積もりをするときは目的に合わせて四捨五入、切り上げ、切り捨てを使い分けるようにします。どの見積もりの仕方を使えばよいか考えて問題を解きましょう。教科書124ページ、鉛筆1を解きましょう。123ページの3つのパンを全部買います。700円で足りるか見積もりましょう。クリームパンは140円、あんパンは170円、食パンは280円です。動画を止めて問題を解きましょう。終わったら答え合わせをしましょう。700円で足りるかどうかだから、多く見積もるために切り上げして概算します。クリームパンは200円、あんパンは200円、食パンは300円となります。式は200+200+300=700。答え、足りるです。今日の学習の振り返りをノートに書きましょう。動画を止めましょう。これで4年算数、概数3の学習を終わりにします。ありがとうございました。